大峰優太は千葉ロッテマリーンズに所属するプロ野球選手、宇藤左打。愛称は優太。血液型は A 型。2018年まで千葉ロッテマリーンズに所属していた大峰翔太は実定。石垣島生まれ。小学2年時に矢島マリーンズで三塁手として野球を始める。中学生時代は公式ポニーリーグの八重山ポニーズで投手として、 活躍、3年時の2003年には、世界大会3位になった。同じ沖縄出身の荒垣渚を見て、プロを志したという。小学生時代より指導を受けた、石峰義盛の強い勧めで、八重山商工に進学。2006年には春、夏の甲子園連続出場を果たし、八重山商工の快進撃の原動力となった。春夏2期連続出場は、 沖縄県の離島勢として初めて、特に春の大会では17奪三振を記録している。夏の甲子園では、同大会最速となる、急速時速 151km をマークした。打線でもクリーンアップの5番打者に置かれ、打撃面でも期待されていた。ドラフト前の予想では、総思想愛の福岡ソフトバンクホークスの単独1位指名が予想されていたが、当初、 福田周平の一位指名を予定していた千葉ロッテマリーンズが直前になり、大峰の一位指名に変更。ドラフトの10日前に、ボビー・バレンタイン監督が大峰の映像を見て、気に入り、方針転換したとされている。くじ引きの結果、ロッテが交渉権を獲得。その結果、大峰本人も戸惑うこととなり、入団拒否が予想された。しかしロッテ側が、 バレンタイン監督が石垣に来島し、交渉、また、キャンプ地を石垣島に移すことを決定するなど、説得に努めたことで、周囲は入団を期待するムードに変わっていった。結局、2006年11月27日に石垣市内で契約を結んだ。大峰本人が最初に下した決断は1年、浪人であったため、入団決定までに長い時間がかかった。 背番号は1に決定。当主が1番をつけるのは、球団としては1981年の愛子武史以来で、プロ野球全体では谷中真次以来である。同じ石垣市出身のバンドのビギンとは、キャンヒトミに誘われていた2007年のライブ以来の付き合い。2010年より、QVC マリンで登場曲として使用している、春う船は、 ビギンの島唄尾本武雄さんに収録されている楽曲でビギンが大峰のことを思い作った曲である。2016年2月12日、女優 DJ として活動することなど10年越しの交際を経て入籍。大峰は中学時代のチームメイトや石峰監督と一緒に野球したいという思いで八重山商工の入学試験を受けたが受験に失敗してしまったため、 一年生時は同校の定時制に在籍していた。その後二年生に進級するタイミングで全日制に編入している。ありがとうございます。